鹿野松江天正20年10月21日は、安土桃山時代の仮の葉の絵師。名は直信、通称は源の七、松江は剃髪後の号。鹿野元信の三男で、兄に鹿野宗信、鹿野秀頼。長男は鹿野永徳、次男は鹿野宗秀、三男は後に表絵師の神田松長町仮の家を起こす鹿野宗也。四男は同じく表絵師の下谷御徒町仮の家の祖、鹿野長信である。増田元正造、松江の兄二人が創生したため、鹿野家を継いだ。天文期には元信に従って、石山本願寺の障壁画制作に参加し、門主、商女より主配を賜っている。おそらく、当時最大の顧客であった商女と引き合わせるための元信の配慮であろう。続いて、元亀年間は、宮廷役下と交渉していた記録が残っており、後の仮の葉飛躍のために目立たぬ努力をしていたのが、伺える。永禄9年に永徳と共に描いた、大徳寺達中寺光院の障壁画が有名。この2年後には、大友宗麟の招きで旅に出ており、途中の厳島で年を越し絵馬を奉納した。天正に入ると、永徳の活躍が目立ち、松江は、動静の詳細をたどれなくなるが、おそらく永徳のサポートに徹していたのであろう。永徳の死の2年後、天正20年に74歳で逝去。画祭では、時代様式を作り出した父、元信やこの永徳に及ばなかったが、元信様式を忠実に受け継ぎ、仮の葉の伝統的な素法として定着させた。その画風は、永徳のような迫力に欠け、鑑賞者にやや地味な印象を与えるけれども、筆致は柔軟で温雅さがある作品を残した。門人に、報国祭礼図屏風や南蛮図屏風で知られ、根岸みゆき松江初代の仮の内前、築地小田原町屋と芝金杉方町屋の祖となる、鹿野宗信などがいる。ありがとうございます。